して僕たちが争わなくちゃいけないんだ。父さん、お願いだ。僕は戦いたくないんだ。よし、いい感じだな。動画を再生してみよう。どうも違うな。せっかくルイに翻訳してもらったというのに。ライリードリームパークで見たショーはもっと心に迫るものだった。なんという演技力だ。これが世界レベルのショーキャストなのか。あのショーは主演の役者のみならず他の役者たちも素晴らしい演技をしていた。俺も世界のスターを目指すのであれば、あのショーの役者に匹敵するようなさらに高い演技力を身につけていかねば。よし、もう一度だ。スマホをセットして。どうして僕たちが争わなくちゃいけないんだ。父さん、お願いだ。僕は戦いたくないんだ。どうだ、今のは名演だっただろう。再生するぞ。違うな。あの演技に比べると大雑把というか、そのくせ薄味というか。一体どうすればあの演技に近づけるんだ。もう一度やるか。どうして僕たちが争わなくちゃいけないんだ。もうお兄ちゃん、うるさいよ。リビングまですっごく響いてる。どわっ、すまん。はあ、どうにも思うようにいかんな。こんな時は久々に。さて、全員集まったところで次回の宣伝公演について説明をするとしよう。はーい、今度はどこに行くのかな。なんかこのやりとりも恒例になってきたな。毎回違う場所へ公演に行けるから、この発表を聞くのが一つの楽しみになってきたね。それで次は一体どこへ。セントラルシティ公演の野外スペシャルステージに。セントラルシティ公演のスペシャルステージ、すっごく大きな公演のすっごく大きなステージだよね。私も知ってるよ。ああ、世に羽ばたいた多くのスターが無名の時代にショーをしたという歴史ある場所。まさかあそこに立てるとは。にしようかと考えたのだが、来週から老朽化による改装工事が行われるらしい。え？だから今回はスペシャルステージの近くにある音楽堂が会場だ。なんと。そこまでがっかりしなくてもいいでしょう。あそこの音楽堂なら結構な広さだし、いい会場なんだから。それはそうだが、期待が高まってしまっただけにな。くっ、音楽堂か。今までは屋外でばかりショーをやっていたから、また新しい演出を試せそうだね。あ、そういや今回は音楽堂にあるものも申請すれば貸してもらえるみたいだ。ほら、これがリストだ。使いたいものがあったら交渉してみるのも手だぞ。ありがとうございます。
なるほど、楽器も一部貸し出してもらえるようだね。まあ場所と設備も分かったことだし、いつも通り何やるか考えてこ。では早速、次回の宣伝公演の演目を考えるぞ。おお、音楽堂でショーをなるなんて面白そうね。せっかくだし、ショーの中で演奏してみるのはどうかしら。演奏？だったら私、タンバリンがいいな。あとはマルカスでシャカシャカシャーってしたい。だいたい想像通りのチョイスだな。僕は技巧だ。劇団というより楽団になりそうだね。私、楽器は学校で触ったやつくらいしかできないんだけど。僕もショーのために自作の電子楽器を作ってみたことはあるけど、それくらいかな。十分すごくない？ありがとう。そういえば司くんはピアノが得意じゃなかったかい？ああそうだ、うちは母がピアノ講師で小さい頃から習っていたからな。あ、そういえば司くんのお母さんピアノの先生なんだっけ。ああ、母の勧めで小さなコンクールに出たこともあるぞ。まあスターを目指すという目標を見つけてからは趣味としてやる程度だったが、かつてはかなり打ち込んでいたものだ。じゃあ結構弾けるんだ。なら、あの話は？ピアノ弾きのトルペって話。ピアノ弾きの、そのタイトルは聞いたことがあるな。有名な短編小説だよ。朗読劇にもなっているから台本もある。だけど、司くんにトルペの役は難しいかもね。何？え？難しいってどういうこと？ピアノを弾く人の役だし、ぴったりなんじゃない？そうだね。せっかくだから説明がてら一度やってみるとしようか。ああ、もちろんだよ。俺には難しいだと？それは一体どういう意味だ？むかしむかし、ある町にトルペというピアノ弾きがいました。トルペのピアノの腕は確かなもので、彼の住む町外れの下宿からはいつも素晴らしいピアノの音色が流れてきていました。うわー、司くんピアノとっても上手。そうだね、話には聞いていたけどこんなに弾けるなんて知らなかったよ。くん、やっぱりトルペって司くんにぴったりの役なんじゃないかな。うん、ピアノの腕だけならきっと問題はないと思うんだけどね。しかしトルペには一つ大きな欠点がありました。人前に出ると緊張して本来の力を発揮できなくなってしまうのです。そんなわけで、トルペが町の楽団に入りたいとオーディションを受けても、本番になると失敗してしまうため、落ち続けていました。仕方がなくトルペは、酒場で細々とピアノを弾いていました。そこは寂れていて、ほとんど誰も来ませんし、来たとしても、
誰もトルペのピアノなんか聞いていなかったからです。はあ、僕も大きな楽団に所属して競争曲でも弾いてみたいものだな。そうだ、こんな時は星を見るとしようか。綺麗だな。ふん、目指す夢に近づけていない状況でのんびり星を眺める。トルペという男はどうも現実逃避気味で悠長な性格をしているのだな。なるほど、ルイ君はこの部分を気にしているのか。こうしてトルペはよく遠くの星を見上げていました。しかしそんな時。やあ、トルペ君じゃないか。こんなところでピアノを弾いていたんだね。あ、楽団の団長さん、お久しぶりです。どうしてこんなところに。ただ団員たちと飲みに来ただけさ。しかし君はよほどピアノが好きなのだね。はい、ただどうしても本番になると手が震えてしまって。それさえ克服できればうちの楽団にも入ってもらえるんだが。そうだ、今度町で大きな演奏コンクールがあるんだ。それに一人で出てみるのはどうだい。え、いっそ一人で大勢の前で演奏をしてみたら度胸もつくんじゃないかな。それに賞をもらえたらうちの楽団員も入団に納得するだろう。え、それじゃ期待しているよ。賞を取れば楽団に。この機会を逃せばもう楽団に入るチャンスはないかもしれない。やるしかない。一念発起したトルペは必死に練習をしました。しかし練習ではうまくいっても本番を想定して下宿の人々の前で弾こうとすると思うように弾くことができません。コンクールまであと10日。憔悴しきったトルペのもとを誰かが訪ねてきました。素敵なピアノの音がしますわよ。本当ですわね。ん？リス？ねえねえピアニストさん、私たちのために一曲弾いてくださらない？私たち今度のパーティーのために一曲踊れるようになりたいんですの。やってきたのは近くの森に住むコリスの姉妹でした。可愛らしいコリスたちでしたが、練習をしていたトルペにとっては大迷惑。パーティーなんて知らないよ、僕は忙しいんだ。あっちに行っておくれ。一曲でいいんですのよ。ぜひピアニストさんにお願いしたいわ。ああもう、わかったわかった。じゃあ一曲弾いたら帰ってくれよ。ちょっとテンポが早いんじゃないかしら。そうよそうよ、これじゃくるくる踊らなくちゃ間に合わないわ。うるさい、文句があるなら弾いてやらないぞ。コリスたちは慌ただしくくるくると踊ると、今度はテンポを遅くしてねと言って帰っていきました。トルペはほっと一息。しかし次の日からおしゃべりなコリスの話を聞いた動物たちがどんどんやってきたのです。こんにちは、ピアニストさん。牧場の仲間たちがゆっくり眠れるような、素敵な曲を弾いてくださらない？ピアニストさん、わかりたいの友達が隠れちゃったの。ここにいるってわかるような賑やかな曲をお願い。ピアニストさん、
僕の弟と妹が病気なんだ。何か元気が出るような曲を弾いてもらえないだろうか。お腹が痛いよ。わかった。その代わり一曲弾いたらすぐ帰るんだぞ。やっと言ってくれたか。これで練習ができる。もっとも今から練習を始めたところで意味はないだろうけれどね。本番は明日なんだから。はあ、半日後には本番か。星が綺麗だな。こうしてついにコンクールの日がやってきました。結局一度たりとも人前で曲を弾き切ることができなかったトルペは不安に駆られながらも死に物狂いで弾きました。するとあれ、素晴らしい演奏だったよトルペ君。一体どんな練習をしたんだい。もしかして誰かいい聞き手がいてくれたのかな。あ、そう、毎晩動物たちがやってきて曲を聴いてくれたことでトルペは人前で曲を弾くことができるようになったのです。アンコールをもらったトルペは動物たちへの感謝の気持ちを込めて大好きな曲を弾きました。会場の外で聴いていた動物たちはその音色を聞いて、また素敵な曲を弾いてくれてありがとう、と思うのでした。めでたし、めでたし。っていう話なんだ。動物さんたちがいっぱい出てきて、とっても楽しいお話だね。さあ、どうだ、ルイ。どうして演じてみたか、そこまでおかしなところはなかっただろう。そして肝心のピアノ演奏も俺ならば問題ない。大船に乗ったつもりで任せるがいい。司くんのピアノかっこよかったよね。ポロポロリンってしてたよ。うん、難しいって言ってたけどそこまで悪くなかったし練習すれば。いや、やっぱりもう少し考えたいな。何？なぜだ？確かに表面的にはそこまで大きな違和感はなかったよ。でもこの役と司くんは相性が悪いんだ。相性？じゃあ役との相性について詳しく説明しようか。僕はね、いつも役者の長所が生きるような配役をしようと思っているんだ。役者の長所？うん、役者にもいろんなタイプがいるからね。例えば役と自分を徐々に近づけていくタイプや役を分析してから細かく真似していく理論的なタイプ、役を憑依させる天才型もいるけど一旦それは置いておこうか。僕の見立てだと司くんは役者としては一番ポピュラーな役と自分を徐々に近づけていくタイプなんだ。役と自分を感覚的に捉えていくタイプっていうと分かりやすいかな。理屈で考えてもらおうとすると混乱することが多かったしね。だから僕はいつも司くんが合わせやすい司くんに似たタイプの役をお願いするようにしていたんだよ。お前毎度そんなことを考えて配役していたのか。すごい。そりゃ演出家だからね。ルイ君って司くんを空に飛ばすだけじゃなかったんだね。こらこら、ミク、
その言い方はちょっと失礼だよ。あ、ごめんね。すごいって言いたかったの。問題ないよ。それで話は戻るけど、この話の主人公トルペは繊細で悩みやすい性格なんだ。さて、司くんと似てると思うかい？全然逆だと思います。確かに荒っぽいし、そうそう悩まないし。言っておくが、人並みには悩んでいるからな。みんなが言う通り、司くんと役の性格が真逆なこともあって、司くんが役と自分とを結びつけづらいから演じるのに苦労すると思うんだ。司くんは役の内面を繊細に表現するより、体を使ってダイナミックな表現をする方が得意だしね。宣伝公演までの時間も考えると、もっとやりやすいものにした方が全体のクオリティが。いや、苦労するならばこそやってみたい。え？全員ライリードリームパークで見たショーのことを覚えているだろう。あの時見たショーはとても素晴らしいショーだった。大胆さと繊細さを兼ね備え、ぐいぐいと引き寄せられていく。あれを見て俺は痛感した。俺にはまだまだ見るものを引きつける演技力が足りないと。司くん、あの時司くんはすごく真剣に考えていたよね。ああ、カイトが一歩ずつ進めばいいと言ってくれたように、俺も前進したいと思っている。だからこそ新しい役に挑戦したいのだ。それにいつまでも俺に合う役ばかりを当てるわけにはいかんだろう。賞は無限にあるのだ。俺に向いた役がないから、その賞に挑戦することを諦めるなんてことがあってはなるまい。俺が成長することでやれる賞も増えるし、賞自体が一段進化するかもしれん。だからやらせてくれ。僕は演出家としてこのメンバーでできる最も面白いショーを提供するのが役目だと考えてる。そういった観点で言えば、今回の演目には賛成できない。だけど、そうだね、司くんの言う通り、面白いショーを作ろうと思うならば、役者が役者として成長するための手助けをすることも大切だ。演出家ならば未来のスターの可能性を閉ざすような真似をしてはいけないしね。お、じゃあじゃあこのお話に決定。ああ、そうしよう。感謝するぞルイ。必ずやこの役を俺のものにしてみせよう。ああ、頑張ろうね司くん。ミク、トルペの役頑張ってね。司くんのピアノすっごくキラキラってしてたから、きっとぴったりの役になると思うの。ああ、もちろんだ。未来のスターとして恥ずかしくない演技をするから期待していてくれ。じゃあ読み合わせからしていこうか。掴みづらいところもあるだろうから、
いつも以上に丁寧にやろうね。それではオーディションを始めよう。1番トルペ君、弾いてみてくれたまえ。は、はい。トルペ、演奏する。しかしトルペは緊張して固い演奏しかできない。ありがとう。では次の人。あ、この反応はきっとまた不合格だ。どうして僕は失敗をしてしまうんだ。あれだけ練習をして臨んでいるというのに、本番になるといつもいつも。いや、それならば慣れるまでやるべきだ。よし、人前でピアノの練習を、はあ、今日も星が綺麗だな。あれはアンタレスだろうか。どうも星を見上げるシーンがしっくりこないな。この感覚は一体なんだ。さて、みんなで一通り読み合わせをしてみたけど、どうだったかな。はいはい、最後トルペ君がしっかり弾けるようになってよかったなって思いました。そういうことじゃなくて、お互いの演技についてとかでしょ。私は思ったより悪くないって思ったけど、ルイに言われてから司の演技をよく見るようにしてたんだけど、いつもとちょっと違うかもって思った。硬くなってる感じがしたし。そうだね、その点は僕も同意だ。司君はどうだったかな。ああ、俺もそう感じた。小さな違和感が生まれるというか、なんというのだろうな、表面的にしかつかみきれないというのか。ん？表面的ってどんな感じ？うまく言えんが、役の核心をつかめていないというか。トルペ君、練習の調子はどうだい？アドリブ？酒場での演奏だけで稼いでいるなら、きっと下宿代を払うのも大変だろうね。何か力になれればいいんだけれど。ありがとうございます。そう言っていただけて嬉しいです。いや、違うな。こいつは自信がないはずだから、こういう時は口ごもってしまうような気も。表面的というのはこういうことだね。台本の外側で人物が動いている様を想像できないのさ。なるほど。今までの役はそれを直感的につかむことができていたけれど、今回の役はやはり難しいようだね。というわけで、行き詰まっている部分を教えてもらってもいいかい、司君。ああ、助かる。まずこの星を眺めるシーンの心情がつかみづらくてな。自信がないけれど、同じくらい自負心もある性格のトルペは僕も少々つかみづらいね。そうだ、ネネだったらわかるんじゃないかな。意見を聞かせてもらってもいいかい。ちょっと、それ遠回しに人のこと自信がなくてプライドが高いって言ってない？おや、自信がないことも自負心があることも悪いことではないよ。慎重に行動ができる上、自分に誇りを持っているわけだしね。うんうん、どんなネネちゃんも花丸ワンダフォー言ったよ。なんかうまいことごまかされてる気がしなくもないけど。頼むネネ、
一緒にトルペの気持ちを考えてくれ。まあいいか。多分ここはやらなくちゃって焦る気持ちもあるんだけど、それより被害ない自分に落ち込んでるんじゃないかって思う。なるほど。しかし目標があるならば落ち込んでいる時間がもったいないんじゃないか。それはそうなんだけど、こうすごく苦しいと動く気力もなくなっちゃうっていうか。もう少し考えていく必要がありそうだな。では役について考えながら立ち稽古をしていこうか。素敵なピアノの音がしますわよ。ねえねえピアニストさん、私たちのために一曲弾いてくださらない？よし、臆病なところもあるトルペだから、ここは。ああ、そこにいるのは誰だ？ストップ。普段の司くんになってしまっているよ。トルペならどう驚くのか、もっとイメージしてやってみてくれ。ああ、わかった。もう一回頼む。臆病さを出そうとしてオーバーになってしまったな。いや、もう一度やってみるぞ。ありがとう、ピアニストさん。これで僕の妹と弟の病気も治るよ。ありがとう。なあ、そうかい。用が済んだならさっさと言ってくれ。すまない、止めてくれ。今の返答はトルペではない気がしてな。ああ、そうかい。いや、ああ、そうかい。わからん。トルペはどんな返事をするんだ。司くん。ああ。今日はここまでかな。ん？ああ、そうだな。そろそろ解散とするか。うん。困った。役の性格や考え方についてこの1週間考えに考えたが、未だにつかみきれん。このままでは。司くん。もっと原作を読み込んだ方が良さそうだな、今のままでは。つかさ、大丈夫かな。結構行き詰まっちゃってるから何か手伝えるといいんだけど。でも私が分かりそうなことは大体伝えちゃったし。ん？ちょっとルイ、どうしたの？落ち込んだ顔して。え？ああ、司くんの演出のことでね。僕がもう少し考えられていたらと思ったんだ。考えられてたらってどういうこと？今まではショーのクオリティを出すために司くんがポテンシャルを発揮しやすい役ばかりを選んできたけど、司くんは世界のスターになりたいっていう夢を追ってるんだ。役者として成長できるようにもっと日頃からいろいろな役に挑戦してもらえばよかったなと思ってね。そこまで考えが至らなかったことを少し後悔していて。驚いた。そんな風に考えてたなんて。いっつも自分の考える面白いショーができればいいって言ってたのに。いつの間にかショーと同じくらい司や私たちの夢のことも考えるようになってたんだ。もうあれこれ後悔したって仕方ないでしょ。え？ルイ、昔私が劇団で失敗した時に言ってくれたじ
過去を振り返っても何も取り戻すことはできないって。ああ、あれ結構嬉しかったんだよね。過去に何があっても今を頑張るしかないんだって思えてさ。だからルイも同じだよ。過去は過去、今は司を信じてできることをやっていけばいいでしょ。ああそうだね。もっと今の司君にとってヒントになるものを探してみようと思う。ありがとうねね。ああそうかい、用が済んだならさっさと言ってくれ。やっと言ってくれたか。これで練習ができる。もっとも今から練習を始めたところで意味はないだろうけれどね。本番は明日なんだから。はあ、半日後には本番か。星が綺麗だな。いや、やはり違う気がする。ここでトルペが星を見るのは本番を前にまるで問題を克服できていないから現実逃避をしているためだと思っていたが、そうではないのか。わからん。こんなことでは世界のスターには程遠いな。いや、へこたれている場合ではない。よし、こんな時こそあれをやるぞ。やはりこの椅子に座ると心が落ち着くな。よし。ただいま。お兄ちゃん帰ってるの？あ。やっぱりいつ聞いても綺麗だな。お兄ちゃんのピアノ。本番まであまり時間がないな。今一度司くんが役をつかみきれていない理由を考えてみよう。司くんは役の分析を十分にしている。頭ではトルペのことを理解できているはずだ。しかしまだ役を落とし込めていない。どこか他人だと思っている節がある。いつもの司くんならもっと役をまるで自分自身のように感じて演じているはずだ。もっとトルペを近くに感じることができれば、あるいは。そうだ、それなら。共通点を見つける？ああ、一つでもいい。トルペに対して深く共感できる部分を探してほしいんだ。似てるところを見つければもっと上手になるの？ああ、昔司君に黒騎士という役を演じてもらった時のことを覚えているかい？黒騎士、ああ、確か。この光は一体。思い出したのね、黒騎士。平和を愛しみんなのために剣を握っていたあの頃を。じゃあこのキラキラした光は心なの？とっても綺麗。そうか、俺は大切なことを忘れていたようだな。約束しよう、これからは昔のように平和のために剣を振るうことを。こうして黒騎士は正しい心を思い出し、世界の平和は守られたのでした。あ、覚えてるよ。ハロウィンショーの前にやってたショーだよね。ああ、
あの時は確かに役作りに苦労したな。そうだったの？全然知らなかった。あの時は悪役をあまりやったことがなかったから、どう演じたものか悩んでいたんだが、確かルイから黒騎士には黒騎士なりの主義主張があり、それを貫き通そうとしているから自分の意志を強く持つ俺と似ているんじゃないかと言われてな。それからぐっと演じやすくなったように思うぞ。共通点を探してほしいというのはそれと同じなんだ。司くんは理屈で役を演じることは少々苦手だけれど、一方で直感的に把握することには長けている。一度役との共通点さえ見つけてしまえば、それをきっかけにもっと役への想像力を膨らませることができると思うんだ。だから何か一つでもいいから、この役と似ているところを見つけてほしい。それまでは立ち稽古もやらなくていい。いや、やらないでくれ。何？立ち稽古をやるなだと？司抜きで練習していくの？でも司くんのいないシーンってほとんどないから練習できないんじゃないのかな。トルペの代役についてはカイトさんたちに相談してみよう。事情を話せばきっと手伝ってくれると思うからね。僕は主役が万全に役作りできていない状態で本番を迎えることはできないと考えているんだ。それに役をつかみきれていない中で練習をすると他の演者にも影響を与えてしまうからね。だから何としても司くんには共通点を探してもらって完璧に役作りをしてもらいたい。できるかい？ああ、未来のスターとして必ずやり遂げてみせよう。全員期待して待っているがいい。さすが、12000% で答えてくれるスターだね。期待しているよ。きっと司くんならできるよ。ファイトだよ司くん。うん、あんたならきっとなんとかできるでしょ。ああ、成し遂げるのがスターの役目だからな。それじゃあ僕たちは役作りの邪魔にならないようにカイトさんのステージで練習させてもらうことにするよ。もし何かあったらすぐに呼んでほしいな。わかった。ではまた役作りができたら合流するとしよう。共通点、共通点。台本を読めば読むほど俺とは真逆の性格をしているな。全くつかみにくい。何かと小さなことを気に病むし、うまく弾けないという自覚があるくせに星ばかり見ているし、俺ならばその時間こそ弱点克服の練習に当てるぞ。今のようにな。いやいや、そんな愚痴を言っても始まらん。まずは共通点探しだ。もう一度頭から台本を読み直すぞ。原作の小説も読み直しだ。まったくわからん。本当に共通点などあるのか、いくら考えてもわからんぞ。いや、きっとあるはずだ。ルイもあると思ったからこそ共通点を探せと言ったに違いないからな。しかし何かヒントだけでもないものか、客観的な視点というか。そうだ、それならば
そこにいたか。あ、つかさくんだ。つかさくん。やあ、つかさくん、こんばんは。こんな遅くに来るなんて珍しいね。すまんな、少し相談したいことがあって。相談？ああ、もしかしてトルペの役のことかい？ああ、やはりもうルイたちから話は言っていたか。どうしてもトルペとの共通点が見つけられなくてな。すまないが、何かヒントだけでももらえないかと思ったんだ。ルイに聞いたんだが、代役を引き受けてくれたのだろう。やってみて感じたことなどを聞きたいんだが。ああ、もちろんいいよ。ただ、トルペの代役は僕じゃなくてミクなんだ。うん、ミクだよ。何？ミクがトルペをやっているのか？このトルペとは真逆どころか360度違うミクがか？それは一周してしまってる気もするけど、そうだよ、ミクがやりたいって言い出してくれたんだ。なんでまたミクが？だってだって、つかさくんが頑張ってるなら、ミクも一緒に頑張りたいんだもん。そういうことか。ならミクの話を聞かせてもらうとしよう。ミクはトルペの役をどんな風に演じたんだ？ミクはね、はぁ、半日後には本番か。星が綺麗だな。全然できていないではないか。やっぱりトルペ君は難しいよね。それ以前の問題のような気がするが、そもそもこのシーンは本番を前に弱点を克服できていないというシーンだろう。トルペはここで絶望しているんだぞ。そういう問題じゃ。お星様を見たら元気に。その言葉どこかで聞いたことがあるような。つかさくん、どうしたんだい？いや、今一瞬何かつかめそうな気がしてだな。え、なになに、何がつかめそうなの？うろちょろするな。頑張って思い出しているところだ。ふふ、頑張れ、つかさくん。ねえねえ、ピアニストさん、私たちのために一曲弾いてくださらない？私たち今度のパーティーのために一曲踊れるようになりたいんですの。パーティーなんて知らないよ。僕は忙しいんだ。あっちに行っておくれ。うん、このシーンはいい感じだね。でも、つかさは大丈夫かな。結局あれからずっと悩んでるみたいだし。大丈夫だよ、二人とも。え？そうだね。ありがとう、M くん。みんな、ミクちゃん、カイトお兄さん、こんにちは、ダファイ。やあ、つかさくんはこっちの練習にはまだ導入していないんだね。はい、まだ連絡はなくて。でも、この前ここに来たときは何かをつかみかけていたようだったよ。こっちに来てたの？うん、それでうんうん、いいん
さすがは僕たちのスターだね。司くんならきっとできる。だから信じて待とう。それが今僕たちにできることだからね。トルペとの共通点、星を見る。へえ、考えれば考えるほどわからなくなってきたぞ。あ、すみません。本番まであと数日しかない。俺のせいでショーのクオリティを落とすわけにはいかんというのに。何より全てのものの規範となるのがスター。俺の背中が全てを物語る。それくらいでなくてはならんだというのに、俺は練習に参加もできず迷惑をかけ、情けないぞ天馬司。しっかりしろ。司先輩？ん？その声は。どうや、一人とは珍しいな。今日はアキトと一緒ではないのか？アキトは今日補習になってしまって、チームの練習もないので俺だけ先に帰ることになったんです。それでどうされたんですか？何か悩んでいるようでしたが。実は次のショーでの役作りがなかなか進まなくてな。役作りですか？ああ、ピアノ弾きのトルペという作品をやるんだが、俺が主人公の性格をつかみきれんせいで練習が進まんのだ。ピアノ弾きのトルペ、有名な作品ですよね。自分も好きで繰り返しよく読んでいました。何？そうだったのか？ん？ならば、トーヤはこういった物語について理解が深い。その上、俺のことを昔からよく知っている。となると、何かヒントを得られるかもしれないぞ。すまん、トヤ。よければ役作りを手伝ってくれないか？え？今、役作りのためにトルペと俺の共通点を探しているんだが、自分ではそれを見つけられんのだ。だが、原作と俺の両方を知るトーヤならば、見つけられるやもしれん。共通点を探す、ですか？そういうことであれば、少しはお手伝いできるかもしれませんね。それに司先輩がトルペを演じたらどうなるのか興味もありますし。わかりました。どこかで座って相談しましょうか。トーヤ、なんとできた男なんだ。この礼は必ずするからな。可愛らしいカフェですね。お客さんも女性が多いみたいです。いらっしゃいませ。あれ、お兄ちゃんにトーヤ君？サキさん。ああ、ここはサキがアルバイトしているカフェなのだ。二人とも来てくれてありがとう。今案内するね。こちらの席にどうぞ。じゃあ俺はホットコーヒーをお願いします。砂糖とミルクはいりません。俺はアイスティーを頼む。レモンをつけてもらえるか？ホットコーヒーとアイスティーですね。かしこまりました。よし、それでは早速なんだが、俺とトルペの共通点がないか一緒に考えてはもらえないだろうか？
かりました。では台本を見せていただけないでしょうか。ああ。これはなかなか難しいですね。元より似た点が少ないとは分かっていましたが、読む限り挙動にも接点がないようですし。やはり桃矢もそう思うか。何か一つでもあればいいんだが。逆に全く違う点を挙げていくのはどうでしょう。合致するところはなくても比較的似ている点を見つけることができるかもしれません。おお、それはそうだな。違う点を挙げてみるとしよう。ではまず、困難にぶつかった時の態度が違うな。そうですね。司先輩ならば何が何でも乗り越えようとするでしょうし、あとは実力が足りないことへの苛立ちを動物にぶつけるところも違いますね。司先輩は自分の実力が足りないと思えばひたすら努力を重ねる人ですから。そうか。そう言われてみるとそうかもしれんな。あとは病気の動物を追い返そうとはしません。司先輩は病気で苦しむ人に厳しく当たることはしませんし。それから司先輩は。お待たせしました。コーヒーとアイスティーを。人前に出るほどに生き生きとしますし、何事にも積極的です。いつでも正直ですし、悪いと思ったことはすぐに謝罪をしてくれますし。そうだろうそうだろう。お客様、もう大声出して恥ずかしいな。結局違う場所ばかり見つかってしまったな。そうですね。まさか50個も見つかってしまうとは。ああ、本当にトルペと俺は真逆の人間なのだな。本番前夜に星を見るシーンは特にそう思ってしまった。星ですか。ああ、本番も近づいているのにぼんやり星を見るなど俺には考えられんことだ。ただぼんやりしているわけではないんじゃないでしょうか。ん？どういう意味だ？トルペはこの話で挫折を経験している時に星を見上げるので、星を見ることはトルペにとってもっと意味があるもののような気がするんです。意味がある？どんな意味だ？どんな意味かと言われると難しいんですが、挫折、本当に大きな壁にぶつかった時に。あ、教えてもらったんだぞ。お兄ちゃんすごい。私もキラキラ星弾いてみたい。そうか、なら俺が教えてやろう。共に見事なキラキラ星を弾こうではないか。やったー、ありがとうお兄ちゃん。できる紙があるからそれで一緒にやるぞ。本当？ただし明日からな。
今日はゆっくり休むように。うーい、怒った。早く明日にならないかな。よし。先に教えるためにもいっぱい練習をしておかなければな。苦しいよ。おはよう、サキ、一緒に練習を。あれ、お母さん、サキは？それならきっとサキはまたしょんぼりしてるよな。早く一緒にピアノを弾けるようになるといいな。ここでくるっとして。やあやあ、我こそが英雄ペガサス。悪者は退治してやろうではないか。誰だろう。もしもし、天魔です。お母さんたち、また遅くなっちゃうんだ。いや、俺はスターだから平気だ。家にいられない先の方が寂しいしな。だから。このままでは、俺の方がずっと上手くなってしまうぞ。早く戻ってこい。はい、天魔です。お兄ちゃん、私、宮城中等部に受かったよ。兄ちゃんたちもみんな合格。本当か。やったな、サキ。ありがとう。これでみんなと青春できるよ。体の調子もすっごくいいし。そうかそうか、本当に良かったな。ならば今日はパーティーだ。一花たちもうちに呼ぶといい。うん、みんな誘ってみる。じゃあまた後でね。なあ、またな。そうか、また一花たちといられるのか。良かったな、サキ。はっはっは、今日は気持ちよく弾けそうだ。
サキ。せっかく宮所に通えるようになったんだぞ。わざわざ遠ざかってどうする。また戻ってくる。俺はここで待っているぞ。そうだ、こんな時は星を見るとしようか。よし、こんな時こそあれをやるぞ。そういうことだったのか。司先輩、お待たせしました。お兄ちゃん大丈夫？はい、これ飲んで。あ、サキ、これは水か。お兄ちゃんが急にぼーっとしだしたから、トウヤ君が心配して頼んでくれたんだよ。そうか、ありがとう、トウヤ。いえ、それより大丈夫ですか？ああ、トルペにとっての星が何なのか分かった気がする。あ、星？星がどうかしたの？ああ、それは、そういえば、あれはサキが言っていたのか。ん？何の話？お星様を見たら元気になる。昔、病室でそう言っていなかったか？え？おう、そう言われてみると、昔よく言ってたかも。嫌な検査とか手術とか、そういう怖いことがあるときは星を見たくなって、よく夜更かしして怒られてたんだよね。でも星を見てると、いっちゃんたちと遊んだこととか、お兄ちゃんのショーのこととか、楽しいこといっぱい思い出せるから、こっそり見てたんだ。そうか、答えは一番近くにあったのか。まったく、俺はまだまだだな。しかし、不甲斐ない自分を受け入れることから成長は始まるのだ。トウヤ、サキ、感謝する。おかげで活路を見出すことができた。本当ですか？本当だとも。話を聞いてもらえてとても助かった。大切なことを思い出させてもらったからな。これならきっといいショーができる。そうですか、お力になれて何よりです。ああ、ありがとう。よければ二人とも友人を呼んでショーを見に来てくれ。最高のショーを披露するぞ。動物たちはトルペを祝福し、トルペは楽団のピアニストになることができたのでした。めでたしめでたし。やったー、バッチリだね。ありがとう、ミクちゃん。だけど肝心の司はまだ。もう本番まで時間がない。これ以上待つとショーとしての完成度を上げることが難しくなる。だけど僕は、司くんならきっと大丈夫だろ。
待たせたな。司くん、だいぶ時間がかかってしまってすまない。心配をかけたな。だがようやくあいつとの共通点を見つけて役作りをすることができた。ふんらね。まったく、ずいぶんハラハラさせてくれるじゃないか、僕たちの座長は。それじゃ準備はいいかい？ああ、いつでも行けるぞ。では頭から通しで行くよ。司くん、僕たちはもう完璧にやれる。だから司くんが止まったらそこで切ることになるからね。構わん、失敗などする気がせんからな。万全のようだね。そういえば演奏のシーンなんだが、一つ提案があってな。提案？ぜひ聞かせてもらいたいな。これでまた一歩夢に近づいたような気がするね。なるほど、通常は指定席のようだが、今回は宣伝公演ということで自由に座っていいのか。さてアキト、どこに座る？俺はどこでもいい。にしてもわざわざ電車で2時間近くかかるような場所に来るとは思わなかったな。せっかくの休みにすまない。アキトにもぜひ司先輩が苦心して作り上げたショーを見てもらいたくてな。まあそれはいいけどよ、とりあえず文化祭みたいな内容じゃないことを祈るしかねえな。もこの席でいいんじゃないか。確かにステージからちょうどいい距離だな。ここに座るとするか。着いた、よかった、間に合って。こんなに遠いとは思わなかったね。宣伝公演ってこんなところでもやるんだ。フェニラン以外で司さんたちのショーを見るのって初めてかもね。今日はピアノを弾く司さんも見られるみたいだし、楽しみだな。司さん、さっきの家に行くとよくショーを見せてくれたけど、ピアノを弾いてるところはほとんど見たことなかったしね。ふっふっふ、今日はみんなにかっこいいお兄ちゃんを見てもらうぞ。サキちゃんってば。お、そろそろ始まりそう。どんなショーなんだろう。はあ、やっとオーディションの最終選考まで来られた。きっとできる。今度こそ合格して入団できる。いつものようなことにはならないはずだ。それでは次、トルペ君、演奏を始めてください。あ、はい。きっと弾ける、大丈夫だ。これまでの練習を信じるんだ。よし、弾くぞ。ふむ、これではね。あ、ありがとうございました。ダメだ、
どうしていつも本番になるとこうなってしまうんだ。これじゃあ僕はどこの楽団にも入れないじゃないか。へえ、あいつこんな演技もできるんだな。はあ、団長さんに度胸をつけるためにコンクールに出てはどうかって言われたけれど、2、3人の前でも緊張してしまう僕にコンクールなんて、いや、それでもやるしかない。僕はピアノを弾き続けていきたいんだ。なんだか司さん、いつもと雰囲気が違うね。うん、なんだか別人みたい。とっても素敵な演奏をありがとう、ピアニストさん。それではごきげんようですの。やっと言ってくれたか。これで練習ができる。もっとも今から練習を始めたところで意味はないだろうけれどね。本番は明日なんだから。半日後には本番か。星が綺麗だな。この時トルペはまだ諦めていない。これだけ絶望的な状況でもまだ心の奥底ではピアノを弾くことをやめようと思っていない。だから上を、星を見るんだ。悠長なやつだなんて思って悪かったな。お前はいつだってどんな辛い時でも諦めず顔を上げていたんだな。ついにコンクールの日になってしまった。結局あいつらのせいでほとんど練習ができなかったな。客席は、なんて観客の数だ。あの人数がこちらを見ていると思うと恐ろしくてめまいがする。それでも僕は。エントリーナンバー20番トルペさん、どうぞ。僕は弾くより他にないんだ。トルペにとってピアノは生きるためにどうしたって必要なものだ。そして俺にとってそれは、この曲って兄ちゃん。ええ、悪くねえな。ああ、音が光を帯びているようだ。まるで星みたいだな。これがずっとトルペが見上げていた星なのか。あ、いつの間にか終わって。素晴らしい演奏だったよ、トルペ君。団長さん、そんな、僕はただ一生懸命弾いただけで。それが素晴らしかったんだよ。今までの君は大勢の前だと緊張しっぱなしで指もろくすっぽ動かなかった。それがどうだい、このたくさんのお客さんたちの前で君は最後まで集中を切らすことがなかった。一体どんな練習をしたんだい。もしかして誰かいい聞き手がいてくれたのかな。あ、そうか、あの動物たちが訪ねてくれたから。あ、いえ、何でもありません。そうかい。それならこの聴衆のアンコールに応えてみるのはどうかな。はい。それでは皆様、そして小さな友達、もう一度弾かせていただきます。
思えばあの動物たちは僕のピアノで随分喜んでくれたな。くるくると踊ったり、すやすやと寝てしまったり、かと思えば病気が和らいだり、あんな風に聞いてもらえたのは初めてだったかもしれない。ありがとう。ああ、そうだな、トルペ。お前はピアノで、俺はショーで見せようではないか。支えてくれた全ての者たちへの感謝を込めた光をな。着いたらどっと疲れが出たな。今回はお疲れ様、司くん。君がまた一歩夢に近づいたことを、演出家としても友人としても心から嬉しく思うよ。ああ、お前たちのおかげだ、ルイ。おっと、そうだったな。俺たちも行くぞ。どうなることかと思ったけど、最後はちゃんとやってくれたね。ああ、さすがは僕たちの座長だね。ではここで観客を待つとするか。ああ、はい。もちろんですとも。はい、ありがとうございます。ありがたいな。みんなの力を借りてようやくできたこの舞台を評価してもらえるというのは、それにこの役を演じるために俺が幼い頃感じていた苦しみや悲しみまでもが糧となってくれたことも嬉しく思う。役者としてさらに成長していくためにも、これからたくさんの経験を重ねていきたいものだ。よーし、俺はさらなる研鑽を積み、必ずやスターになるぞ。お、今の声、お兄ちゃんだ。おお、あちらからサキの声が。サキこら、ミク、スマホから顔を出すと見違ってしまうよ。だってだって、ミクも司くんにおめでとうって言いたいんだもん。ふふ、それは僕もそうだよ。でもそれはもうちょっと後にしようか。よく来てくれたな。未来のスターとして心から感謝するぞ。すす、よかったね、どうして僕たちが争わなくちゃいけないんだ。
父さん、お願いだ。僕は戦いたくないんだ。うん、完璧とは言えんが、前に比べると幾分真に迫った演技になっているな。さすがは俺、またスターに一歩近づいてしまったか。どうだ、お前たちもそう思うだろう。あ、翼くんじゃん。あっちにいないから遅刻したのかと思った。もう練習始めてたんだね。なあ、トルペの公演が大評判だったからな、この勢いを大事にしたいと思ったんだ。司君、絶好調みたいだね。ああ、公演期間中は特に冴え渡っていたよ。ふんふんふん、今俺はどんな役でもできそうな気分だ。さあルイ、今まで俺がやってこなかったような役をこれからはどんどん持ってくるがいい。おや、いいのかい。それじゃあ娘に裏切られて殺される王様の役とか。ん、シェイクスピアのリア王か。今の俺ならば演じきれるはずだ。あ、そうだ。ねえねえ、司くん。ん、なんだミク。今までやったことのあるショーをもう一回やってみるのもいいんじゃない。やったことのあるショーを。キラキラなショーにできちゃうんじゃない。確かに腕試しにもう一度というのはいいアイディアだな。私もやりたい。では初心に戻ってあれをやるのはどうだい。あれね、いいんじゃない。今の私たちでやったらどうなるか試してみたいな。よし、ならば決まりだ。ミクも用意はいいか。はい。カイトはそこで見ていてくれ。客観的に俺たちの成長を感じてほしいからな。うん、わかったよ。みんな頑張って。それでは行くぞ。新生天馬司が率いるワンダーランズショータイムのショーを解くと見ろ。世界はまだ始まってすらいない。How much? ノイズばっか増える。
見たか、これがワンダーランズショータイムだ。みんなお疲れ様。すごく盛り上がったね。ありがとう。ところで、司のやつテンションすごいことになってない？ M とミクも釣られて、いつもよりテンション高いし。みんなの声援をもらってますます調子が出てるみたいだね。司くんらしいな。僕もワンダーランズショータイムの演出家としても未来のスターの演出家としてももっと頑張らなくちゃね。うん、変な方向には頑張りすぎないでよ。ああそうだ、すっかり伝え忘れていたが、お前たち次の週末にうちに来ないか？え、行きたい行きたい。別にいいけど、何かあるの？実は今度サキと一緒にピアノの発表会をすることにしたのだ。ピアノの発表会？ああ、俺たちはどちらも母からピアノを習っていたんだが、発表会のような行事に出る機会があまりなくてな。そこでトルペの公演が大好評のうちに終わったお祝いに発表会を開くこととしたのだ。イチカたちやトーヤも来るぞ。だね、家で発表会やることなんてあんまりないし、ちょっと面白そう。ミクも行きたい。そうだね。じゃあまたこっそりのぞかせてもらおうか。やったー。では週末に我が家に集合だ。遅刻は厳禁だからな。はーい。しかし今回のショーでは本当にたくさんのものを得ることができたな。役者としての演技力はもちろんだが、スターとして大事なことを実感できた気がするな。うおー、やる気が湧いて止まらんぞー。うるさ。みんな、これから俺たちはさらなる素晴らしいショーを作っていくぞ。楽しみにしているがいい。我らがスターはやる気十分だね。それじゃあ次のショーのアイデアを考えていこうじゃないか。おお、とりあえず声出しはこんな感じかな。おお、これが万病に効くという歌姫の歌か。故郷で床に伏せっている祖母にぜひ聞かせたい。え、司？向こうで本読みしてるって言ってたのに、いつの間に。しかし私自身もう長くないような。せめてもう一曲歌が聴ければ。役に入ってるし、そんな期待に満ちた目で見られても、もうしょうがないな。まあ大変、旅人さんどうかしっかり。私の歌できっと元気になれますよ。おや、司くんじゃないか。勉強道具を持ってどこに行くんだい？行くというか、図書室で勉強して教室に戻るところだ。実は次の英語の授業で抜き打ちの小テストがあると聞いてな。最近学んだ内容を復習していたんだ。なるほど、最近習ったところだと。じゃあ今日の放課後はショーの練習をしているだろうを英語にしてみてくれるかい？未来進行形というやつだな。力を入れて勉強したところだからわかるぞ。I'll be 練習 in After School The Show。 うむ、ところどころ惜しいね。まず
練習はプラクティスだよ。あとザ・ショーはアフタースクールの前に置いて最後にプレイを入れれば完璧だ。ん？つまり I'll be practicing the show after school today。 ん？文法的にはバッチリだ。発音は今後に期待だね。ちなみに力を入れて勉強したって言っていたけれど、未来進行形が苦手なのかい？いや、未来のスターたるもの、未来と名のつく志高い文法くらいできねばと思ってな。志なるほど、確かに司くんらしい動機かもね。あ、突然どうしたミク。全く。なるほど、俺でよければもちろん構わないぞ。我が母直伝の上達方法をミクとカイトに伝授しようではないか。ん？ん？てっきりそうかと思ったが、違うのか？無論だ。では、楽譜を取ってくるから、二人ともここで待っていてくれ。おお、M じゃないか。映画でも見てきたのか？あ、司くんだ！へへへ、あのね。ずいぶんニコニコしているな。これはよほど素晴らしい映画を見て。じゃーん！このキャラメルソースがかかったポップコーン、とーっても美味しいんだよ。なんだ、ただポップコーンを買っていただけか。てっきり何かいい映画を見たのかと思ったぞ。なるほど、応援上映というやつだな。ちなみにどんな映画を見たんだ？立ち上がれポップコーン戦士、圧力鍋魔改変だよ。主人公のコーンが立派なポップコーン戦士になるためにいろんなチャレンジをしていくの。ポップコーン戦士、圧力鍋魔改、わけがわからんが、どんな映画なのか気になってきた。よし、俺も見てみるか。ねねちゃんとるいくんだ。やっはーい。 M に司、なんで揃ってここにいるの？さっき映画館の前でたまたま会ってな。お前たちこそどうしたんだ？次のショーでねねロボに着てもらう衣装の飾りを探しにね。もちろん構わないよ。ネネもその方が嬉しいだろうし。うわーい、また一緒にお買い物したかったんだ。ネネちゃん、いい飾り探そうね。はいはい。ついでだから僕たちの衣装の飾りも探してしまおうか。司くん、時間あるかい？ああ、問題ない。では全員で行くか。行く予定の店は反対方向なんだけどね。それを早く言え！ M、ねね、店はそっちじゃない、こっちだ。